続いてエイミさんのハーフ顔メイクを見てみましょう。幼顔の彼女はクールな印象のメイクを施しています。アイテープを使った二重作りからメイクは始まります。さらにアイプチで強力キープ。アイメイクの後はシェーディング、立体感が出るようにします。三角シェーディングで小顔効果を狙います。こうしたメイクを重ねていくと、見事ハーフ顔に変身。これが私の自慢のメイクです。皆さんも試してみては。